はい、北朝鮮は本日5月4日12時2分ごろ、北朝鮮西岸付近から一発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射しました。詳細については現在分析中ですが、最高高度約800キロ程度で、距離は約500キロ程度飛翔し、落下したのは北朝鮮東岸の日本海であり、我が国の排他的経済水域外と推定されます。また防衛省から政府内及び関係機関に対して速やかに情報共有を行いました。現在のところ航空機や船舶からの被害報告等の情報は確認されていません。北朝鮮は特に今年に入ってから巡航ミサイルの発射発表も含めれば13回に及ぶ極めて高い頻度で、かつ新たな対応での発射を繰り返しております。昨今の北朝鮮による核・ミサイル関連技術の著しい発展は、我が国及び地域の安全保障にとって看過できないだけでなく、これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。関連する安保理決議に違反するものでもあり、強く非難をいたします。北朝鮮に対して北京の大使館ルートを通じて抗議を行ったところであります。総理及び総理臨時代理である官房長官には本件について直ちに報告を行いました。総理からは、1、情報収集分析に全力を挙げ、国民に対して迅速的確な情報提供を行うこと、2、航空機船舶等の安全確認を徹底すること、3、不測の事態に備え万全の体制を取ることの3点について指示をいただきました。訪米中の岸大臣にも直ちに報告をいたしまして、大臣からは1、米国等と緊密に連携しつつ情報収集分析に全力を挙げること、2、不測の事態の発生に備え引き続き警戒監視に万全を期すことについて指示がありました。また岸大臣からは、国際社会がロシアによるウクライナ侵略に対応している中での発射であり、断じて容認できないとのご発言がありました。その後、私のもと防衛省において関係幹部会議を開催するなど対応に万全を期しているところであります。防衛省としては引き続き関連情報の収集と分析に努めるとともに、警戒監視に万全を期してまいります。米国、韓国をはじめとして関係国と緊密に連携しながら、国民の生命そして平和な暮らしを断固守り抜く決意であります。こうした状況を踏まえ、いわゆる敵基地攻撃能力の保有も含め、あらゆる選択肢を検討し、今後とも防衛力の抜本的な強化に取り組んでまいります。私からは以上です。ありがとうございます。代表のテレビ朝日から一問伺います。はい、今回のミサイルで変則軌道ですとか、何か得意な点が見られたらこれがあるか教えてください。はい、今回発射された弾道ミサイルの弾種については、所要の情報をもとに総合的専門的な分析を行う必要がありまして、現時点で確たることを申し上げるのは、控えさせていただきます。ありがとうございます。各社さんいかがでしょうか。はい、すみません、共同通信に移っていただきます。それが最高高度約800キロ、高距離約500キロ程度というのが発表されましたけれども、ICBM あるいは IRBM 等可能性について分析はいかがでしょうか。そちらも分析中ということで、はい、現在では確たることは差し替えたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。